日経イノベーションミートアップにご参加いただきまして、ありがとうございます。私は日経イノベーションミートアップを主催しております日本経済新聞の上田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はかねて開催したかった企画でございます。メディアアートを取り上げます。現在六本木ヒルズで開催中のメディアアンビション東京様にご協力いただき、今回開催することができました。今配信しております会場も六本木ヒルズからお送りしております。ご登壇者も非常に豪華で、個人的にも極めて楽しみにしております。事務的なご連絡ですが、質問は Q&A で受け付けます。随時書き込んでください。後半の質疑応答の時間帯に登壇者の方からお答えいただきます。すべての質問を取り上げられないかもしれません。そこはご了承ください。よろしくお願いいたします。それではここからはメディアアンビション東京代表理事である谷川さんに引き継ぎます。谷川さん、この度は本当にありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、メディアアンビション東京の谷川です。こんばんは。よろしくお願いいたします。それではですね、今からそれぞれちょっと簡単にメンバーの自己紹介、この後いろいろずっと話をするので、簡単にさせていただこうと思います。MAT のですね、コミュニティの、メンバーである JTQ の谷川です。普段は、場作りであるとか、それからあるいはコミュニケーションデザイン、そういった領域で仕事をしています。MAT はいろんな自分の仕事の職域を通じて出会った、本当に友人たちと、普段ちょっと見せることができない、例えば海外でお披露目した作品であるとか、それからプロトタイピングして面白いものができたんだけど、まだなんか発表する機会ないみたいなものをみんなでこう持ち寄って、で実際自分たちが、見せたいものを、皆さんに見ていただくような場を作ろうということで、本当に仲間と9年前にスタートしました。今日は皆さんといろんな議論ができるといいなと思います。どうぞよろしくお願いします。それではじゃあ、僕の今隣に杉山君、はい、はい、森ビルの杉山と申します。森ビルでは新しい文化施設を企画する仕事をしておりますが、2018年にお台場にチームラボと森ビルとで共同でデジタルアートミュージアムを作りました。そういった企画をやったりですとか、これから作る新しい街にどんなプログラムを入れていけばいいのかといったことを考えております。本日はよろしくお願いいたします。じゃあ斉藤さんお願いします。はい、こんにちは、こんばんは、両方ですかね。しかしすごいところでトークを多分谷川さんと杉山さんはしていると思うんですが、これ、半分リアル、半分バーチャルで、多分やってると思うんですけど、パノラマティクスの斉藤です。ライゾマティクス改めになったのが去年の終わりですかね。で、僕の方はメディアアンビションの立ち上げのところ、谷川さんからお声掛けいただいて、時に作品を作ったり、時にワークショップやったり、時に仕組み作ったり、トークやったり、いろんなことで関わらせていただいております。で、僕の方はもう今何やかよく分かんない状態で、それこそ都市開発みたいなこともやらせていただいてますし、あとは芸術祭作ったりとか、メディアアンビション東京も一つの僕の中の多分大きなインスピレーションだったと思うんですけど、そういう仕組み作りで結構水口さんとかともご一緒したりとかっていうのがありますが、全体的になんかこう、無形物のデザインというか、取り組み、仕組み、あとは行政系、今万博とかもやってますけど、そういうことをいろいろやっております。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは太蔵さん、はい、お願いします。孫太蔵と申します。よろしくお願いします。僕はですね、最近では、ミスルトという、団体で、世界中のですね、いわゆるディープテックって言われているような、新しい技術を使って、その世の中に、大きな良いインパクトを与えるような、企業家とかスタートアップを、支援するという活動をしているんですけども、
僕個人としては非常に、まあ、コンテンポラリーアートも大好きで、特にメディアアートはやっぱり今という、21世紀を生きる私たちがにとって一番、ホットな、分野でもあり、そこで作ってるアーティストやクリエイターの方々もすごく魅力的な方が多くて、まあ、作品も非常にハッとさせられるものもたくさんあるので、すごく大好きだったんですけども、谷川さんや杉山さんにお声がけいただきまして、この本当にみんなで草の根で作り上げているこの、メディアアンビション東京が、まあ、もともと大好きだったんですけど、一緒にこう手伝ってやんない、運営手伝ってよって言ってくださって、まあ、いろんな形で参画できていることをすごく嬉しく思ってます。今はシンガポールに今おりまして、ちょうど今ロックダウン中でして、なかなか行動が制限されている状況で、残念ながら MFT にも今年は、直接現地には行けてないんですけれども、例年に比べても非常に、熱い作品が多いということで、本当にこうその場に行きたくてしょうがないんですが、まあでも心はそこにということで、今日も、楽しみに参加させていただくことに、を待ってました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、コミッティのメンバーで、今回、作家として唯一参加、している水口さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。水口哲也です。僕はそうですね、3、4年くらい前から谷川さん、それから斉藤さんにお声掛けいただいて、ぜひちょっと、まあ、作ることだけじゃなくてちょっと盛り上げていくっていうことにも少しちょっと参加してっていう、まあ、お声掛けをいただいて、まあ、そこから理事としてお手伝いさせていただいてます。エンハンスという会社の代表と、それから、まあ、アライアンス型のシナスタジアラボっていう、まあ、共感覚をいろいろ研究したり実験したりするっていう、まあ、そういうラボの主催をやっていまして、まあ、慶応大学の慶応メディアデザインという大学院でも教鞭を取っています。で、まあ、今回作品はですね、シナスタジアラボとして、まあ、斉藤さんとこのまあ、フロープラットのメンバーとかですね、まあ、あと音楽家の江原さんとかにも協力いただいてというか、まあ、一緒にみんなで作り上げた波像という作品を展示したり、まあ、シナスタジア X1 というですね、共感覚装置というデバイスの上で体験する、まあ、体験のアートって言いますかね、そういうものをまあ出展させていただいたり、あとはもう今中村優吾さんというデザイナーの方と一緒に制作しているヒューマニティっていう、まあ、これビデオゲームの作品がありまして、まあ、それをちょっとスピンオフさせた AR のアート作品というものを展示しております。まあ、実際にこうお客さんが自分で AR のですね、スマートフォンで、まあ、六本木ヒルズのエントランスフロアで、リアルな六本木ヒルズの背景をバックに大量の人が出現するという、まあ、そういうアートを展示したりしています。はい、ありがとうございます。はい、ということで、このメンバーがですね、今メディアミッション東京の、主催である、一般社団法人の、メンバーになります。で、一般社団法人化したのは今からちょうど3年ぐらい前なんですけれども、まさに最初こう実行委員会で本当にこうなんかその時手伝えるメンバーで手伝ってやってよみたいな感じでこう進んでたものを、やっぱりこう継続性を考えていったりサステナビリティを考えていった時に、少しその運営母体をきちっと強化することとか形を作ることとかってやっぱりすごく大事なんだなっていうのを、最初あまりにもゲリラ的にやってたもんですから、ちょっと一度それをちゃんと体系立ててやっていこうということで、まあ、その聞くとすごく印象は硬いんですけど、一般社団法人という形でスタートしました。で、今からちょっとですね、その MAT のこれまでの歴史というかですね、流れみたいなものを、せっかくちょっとこういうメンバーで集まってお話をするので頭で紹介させていただいて、かつまた映像を流しながら途中でいろんなコメントも挟んでいこうと思いますけれども、ちょっとですね、今年の会場の様子なんかも、まだご覧になってない方たちもきっとこの視聴者の中にはたくさんいらっしゃると思うので、会場の作品紹介というものもちょっとこの後やりたいなというふうに思っています。じゃあちょっとですね、今から映像を共有しながらスタートさせてください。はい、
ということでですね、今回の MAT トークということで今メンバー集まってますけれども、実際にですね、メディアミッション東京一般社団法人になりまして数年経ち、イベント自体は2013年から、号を上げてスタートしています。で、今からちょっとご覧いただくのはですね、2013年に第1回目をやった時の記録のムービーが、ございましてですね、それを今からちょっと流したいので、少し見てみてください。はい、これ映像の解像度がですね、まあ、今のスマートフォンなんかでもすごい綺麗な絵が撮れるようになったんですけど、HD で撮っておりまして、もうすでにこういうなんか記録の残り方見てるだけでも10年前って9年前なんですけどね、随分なんかこう仕様が変わったんだなっていうのをこれ見てすごい感じました。これ斉藤君どうですか、これ久しぶりに見て。いや、1回目た確か準備も結構怒涛のようにやりましたよね。やったで、ここそう、この時にコンテナーのパフィムさんのやつ出させてもらって、うん、でこの時は多分52回でまだDJ、VJ 入れてドッツンドッツンやらせてもらってた時ですよね。うん、うんうん、めちゃくちゃ懐かしいです。で大斗君、結局作品完成間に合って現場でプログラムずっと打ってましたもんね、この上、今動いてる、そうですね、ミラーボールのプログラムを床に座ってずっと打ってたっていうのをすごいよく覚えてるんですけど、はい、打ってましたね、はい、盛り上がってました、かなり盛り上がってましたね、この時はなんかちょっとこういうお酒も出て、で、そうですね、オープンリールのチームがパフォーマンスしたり、あとそうだな、高木くんがピアノのライブをやってくれたり、そうですね、高木正香さんですね、あと原田大三郎さんが VJ やったりとか、うん、かなりこういぶし銀なイベントでしたけど、本当夜遅くというか、まあ、この時は本当明け方までね、ワイ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 やって、なんかこう本当に今のこのコロナの状況から言うとびっくりするぐらい自由にいろんなことやってた。で、この時にやったイベントをその次の年、から、いわゆる体系立てて、その期間約2ヶ月に翌年から伸びたんですけれども、でそこからある意味ひな形ができてきまして、今ちょっと画面で見ていただいているエキスポジション展示をするということと、それから展示にまつわるさまざまな作家さんが集まってお話をするということ、それからあと実際にいろんなプログラムでですね、ワークショップをやって、子どもたちやそれから学生さんたちとものを作ったり、あるいは社会人でもそういう創作活動やっている方に入ってもらうワークショッププログラムがあったり、そういうこうですね、あとライブのパフォーマンスは本当に時々こうイベントとして本当にこうかっちり、仕掛けたりみたいなこともやってきました。はい、で次がですね、これがちょっと、4年以降からですね、バーッと足掛け数年間にわたって、どんな流れがあったのかっていうことをですね、まあ、13年は今見ていただいた部分ですけれども、ちょっと数分で、駆け足で、イベントをちょっと振り返ってみたいと思いますけれども、まあ、これちょっとさっき見せた映像とダブってる部分もあるんですけれども、これがまあ13年の、まあ、記録ということで、これが14年になると、初めてですね、この52階を使って、常設展示をやると、約2ヶ月間ぐらいですかね、杉山さんね、この時ね、やってたの。はい、この14年のイベントがあまりにもインパクト強くて、まだあれを覚えてるって人はたくさんいますね。ここからちょっといろんなことが広がっていったんだなっていうふうに思いました。で15年はですね、実はこの52階が、改装工事で使えないということで、この年に、初めて MAT は東京のいろんな場所にこう分散した年なんですね。で会場全体が本当にこういろんなところに広がっていって、主にこの年は六本木が中心だったんですけれども、アクシスさんとかミッドタウンさんとかいろんなところに実はサテライト的に会場をどんどん広げていって、やったと。
でその形状で15年、16年というふうにどんどんつながって、これ水口さんとライゾマのチームです。でこのあたりはですね、かなり、多角的に10おそらく1、2会場でやってた時期も、あると思います。はい、で17年、はい、このあたりから落合君参戦みたいなね。はい、うん、なんかちょっとこうかなり10年近い歳月を振り返ってこう駆け足で見てるんですけれども、なんか僕がいつも思うのがなんかあまりこうなんか経年感がないというか、なんか 10年前だよねとかこれ5年前だよねみたいな感覚があまりなくてですね、なんか不思議とこの領域に関してはあの普遍的な感覚が一番早いタイミングから結構あったなという印象があります。実際にですね、13年から20年まで振り返るとですね、コンテンツでは延べ240作品で、アーティストで約300アーティストで、これはあのいわゆる300人ということではなくて、作品は結構チームで作ってるケースも多いので、この前ちょっといろいろ試算してみたんですが、約まあ1500人から2000人ぐらいのコミュニティに実際にはなっています。で、ベニューとしては40、そして、ビジター、あの実際にこれはあの空間に足を運んでいただけた、来場者の方たちで約、75万人で、これオンラインの数まだカウントしてないので、そういう意味でフィジカルで、まあ、75万人の方が実際に、来てくださったという、まあ、スケールになっています。まあ、あの結構な数だなと。あの僕会場側でよく感じることなんですけれども、この会場っていろんなお客様来るじゃないですか。はい、で海外からのお客様も来るときに、うん、作品を見て本当に喜んでいただけるんですよ。言葉とか分からなくても。そうですね。それがすごく印象的で、メディアミッション東京ってなんかすごくいいなって思いました。はい、で今年これがですね、21年の、内容になるんですけども、スタートは本当は4月の、まあ、末には準備はできてたんですけれども、まあ、緊急事態宣言ということで一度あのオープンをディレイさせまして、実際には5月の12日から、会場の方を、開けさせていただいてます。で最終日は6月の8日までということで、展示をしているんですけども、じゃあどんな、まあ、実際に展示が、行われているのかということをちょっと、ささっとご紹介したいと思います。実際に、皆さんが会場に来たとしたらどういうふうに、作品と出会えるかという順番で、歩いてみます。今回はですね、基本的にはノンキュレーション、この辺の話は後でしようと思うんですけども、イマジネーションするということと、それからみんなで一緒に作ろうということを、諦めずに続けようということで、今年のステートメントを作り、オンラインとそれからリアルを掛け合わせてハイブリッド型でやっていくよと。まあ、これ別に今更オンラインとリアルを掛け合わせてっていうのは、うん、新しい形ではないとは思うんですけれども、もうさっきもこのイベントのスタートがですね、あの数分間ちょっとスタートが増えたのは皆さん申し訳なかったなと思うんですけど、会場で今スタジオを実は作ってまして、でそのスタジオの環境と、まあ、Zoom をうまく掛け合わせて、なんとか今回こう Zoom で参加しているメンバーと会場でこう集まって、スタジオで今杉山君とか僕とか会場にいるんですけど、こういったなんかものを臨場感ある形 で混ぜて提案したいなと思ったんですけど、やっぱりこう、いろいろとこうですね、試行錯誤はしながらもなかなかオンライン難しいところもありまして、でもそういったことを混ぜ合わせながら、いかにこうライブリーにオンラインとオフラインを混ぜて、ちょっと不思議な体験を作っていくかということに、まあ、とにかくチャレンジをどんどんやっていこうと。でここから実際に作品の展示の説明に入るわけですけれども、ここはじゃあせっかく水口さん本人がいらっしゃるので、水口さんにもう一度ちょっと少しあの映像を見ながら掘り下げていただければと思います。はい、ありがとうございます。これはあのシナスタジオ X1 2.44、波像ってこれ読むんですけれども、という作品ですね。でこれあの、まあ、2.44 というのはスピーカーが2つで44個の振動素子が、まあ、椅子型のデバイスのところについていまして、でこれが、まあ、これにあの、まあ、身を委ねていただくと、あの、まあ、音と触覚とそれからまあ光ですね、この空間の中に、まあ、光がこうあの触覚とともに動く。でまあ、目を閉じていただいて、まぶたの裏でそれを感じていただきつつ、まあ、視覚、聴覚、触覚を組み合わせた、まあ、共感覚的な体験で、10分ぐらいの体験作品になります。
で、もうこの字の通りなんですけど、あの空間で、まあ、波を感じる、まあ、それがあの XYZ の座標空間の中で、まあ、空間波像っていうんですかね、ちょっと波動方程式的なこう動きをするんですけれども、まあ、ある中心からわーっとこう拡散して減衰していく、まあ、その共感覚的な体験を複数組み合わせて、それが動いたりとか移動したり組み合わさったりっていう、まあ、それによってどこまで人のまあこう意識とか感情を揺さぶれるかっていう、まあ、そういう実験をまあこのシナスタジアラボのメンバーとまあ参加していただいているエバラさん、サウンドアーティストのエバラさんとともにまあ組み上げていったっていう、まあ、そういう作品ですね。これそうなんですよね。 MAT の中では実は2回目の登場で、いわゆる中身が全くバージョンアップして、1回目の時斉藤君たちも一緒にやってましたよね。そうですね。あの、うちの、あの、今回も参加させていただいてますけど、もううちのというかもう別の会社で、フロープラトンっていう会社と、清水と、あの、佐藤っていうのが、あの、もう、創成式から参加させていただいて、はい、やっております。そうですね。うん、あの、本当にまあ、まあ、エンハンスと、それから、その、旧ライゾマティクスデザインですね。あの、斉藤さんのところのメンバーが、まあ、最初にこれ、立ち上げたプロジェクトです、一緒に。で、まあ、清水慶太郎さんがこのプロダクトデザインとか、あの、まあ、やりまして。で、もともとあのね、ライゾマの真鍋さんなんかも、あの、学生時代にこれにすごく似たような研究をやっていたりとかして、で、そういうなんかまあ、脈々と流れていく、なんていうんですかね、メディアアートの DNA みたいなものが、その時代の新しいテクノロジーによって、また新しい形で露呈されていくっていうところが、やっぱりメディアアートのすごいやっぱ魅力だと思うんですよ。その時代のテクノロジーが、まあ、新しいその体験をアップデートさせていくとか、新しい表現をまた生み出していくっていうような。なんで、まあ、あの、この、なんていうんですかね、シナスタジアラボの取り組みも、まあ、もともとね、斉藤誠一さんとシナスタジアスーツをあの作ったりとか、で今回の実は、まあ、波像も、もともとこの実は1個前にバック東京フォースっていうあの文化庁がサポートしてくれる、してくれたまあイベントがありまして、でそれはあの斉藤さんがディレクターとして参加していて お声掛けいただいたんですけど、残念ながらお台場の場所であのオープンできずにずっと1ヶ月ぐらいですねあのその場に置いてあったものを、あのもともと MAT の時にはこれ移設しますよって言ってたんですけど、まあ、移設しつつで、移設したらですね、やっぱりこの現場でちょっとまあ、あのまた延期が少し続いている時間にスタッフがもううずうずしちゃってですね、ちょっともうちょっとなんかいろいろとビジュアルを足していこうよなんていうのをその場で盛り上がっちゃいまして、目の前にあるこのこういう扇形のディスプレイとか、これあの斉藤さんのライゾマティクスの倉庫に眠っていたものをちょっとお借りしてここに運んできて、こうちょっと角度つけたりとか、その場でもうやっちゃおうかとかですね、あとこの壁に映ってるプロジェクターももうその場で結局現場で作りました。これもあのね、石井2ビットさんとか、あのまあエンジニアのチームが、あと浪川君っていう、まああの落合県にいる若い子とかですね、まあその辺がまあそのエハンスのまた若い磯部君とか花光君といろいろこうまあまあ、みんなで連携しつつ、エバラさんも夜遅くまで、あーっと言いながらですね、みんなで、ワイワイ楽しくやってるうちに、僕はちょっと足を怪我しちゃったりとかしまして。まあでもそういうのがやっぱり MAT のそういう魅力なんですよね。はい、まあ、ありがとうございます。はい、じゃあ次の作品に移ります。もうちらっと奥の方に見えてるんですけど、じゃあこれ杉山さん、ちょっと解説をお願いしていいですか。はい。あの、これは市原悦子さん。と和田井さんの作品になりますが、サイバーみこしというものです。中にコンピューターが入っていて、コンピューターが仮想通貨のマイニングをやっております。で、それがまあ世界を作り出すような神様ということで例えてみこしにしてしまうというプロジェクトです。で、これ実際にお客様は現場でアートスティッカーというアプリを使って投げ銭をできます。つまりお賽銭ですね。そうすることによって神様のまあノリとか聞こえてくるようなそういう作品です。あのすごくユニークでありながら現代を示しているようなこんな面白い作品です。なんかあの続けててよかったなと思うのが、数年前にあの実際に市原さんが最初に僕らと接点を持ってくれた時っていうのは、あのテックマガジンのね
インタビュアーで実際に来てくださって取材する側として、あの初めて僕は会ったんですけど、その時に実は私も作品作ってるんですっていう話を、あの実際にその取材してくださってる方から言われて、あだったら出してくださいよって話を、その時本当にすごいこうライトにしてたんですけど、今年あの市原さんの作品をここに飾りながらやっとここまで上がってきましたっていう、なんかそのなんかこうずっと続けてたんで、あの作品を実際にこう展示していただくのができたっていう意味で言うと、まあ、続けてることでこうやってある意味順番にこう代が変わりながら、世代が変わりながら作品もアップデートされていくのがすごい面白いと思うし、さっき水さんが最後メンバーを紹介してた時に、やっぱ若い人たちがたくさん関わっている中から次のね、あの新しい思考を持った作家さんが出てくるっていう意味で、やっぱ続けていくっていうのはこれこれですごく意味があるなと感じました。で次はまたかなり若いチームで、ね、杉山さん、はい、あの芸大出身の2人のメスというチームが作った作品でして、黒いこれワックスが塗った板が2枚ありまして、そこに光ってる線があるんですけど、レーザーで会場で実際に光を当てて、その熱で溶かしながら彫刻を作るっていう作品です。溶けることによって奥にある、まあ、光る物質が浮かび上がってきて、文字のようなものが上がってきて、30日間かけて彫刻が出来上がるという、そういうものになります、ね、はい。周りのこの黄色いのは、ね、イエローケークっていう、まあ、あのちょっとこうスラング的に言うと核廃棄物をモチーフにした黄色い光発光体があって、文字が溶けて出てくるっていうメルトダウン、まあ、非常にこうメッセージ性の強い作品だなというふうに思います。次が、ヒューマニティ、これはそうですね、水口さんちょっとあの、はい、非常に関係が深いところもあるので、ぜひアドバイス。そうですね、この、はい、作品はあの、まあ、僕は作家としてというよりもちょっとプロデューサーとしてこれサポートしている作品なんですけど、まあ、デザイナーの、まあ、デザイナーであり、インターフェースデザイナーで、まあ、大御所の中村優吾さん、あの、まあ、彼 MAT 初参戦に今回まあなったと思うんですけど、あの彼と一緒にまあずっと続けているヒューマニティっていう、まあ、ビデオゲームのプロジェクトがありまして、まあ、これだけの大量の人が出てきて、まあ、それをこうインタラクティブに操作するっていう、まあ、ゲーム作品なんですけど、それを今度ちょっと AR の作品としてスピンオフさせるプロジェクトですね。で、まあ、今回このコロナ禍っていう、まあ、非常にこう難しい状況の中で、なんかその作品のその発表の仕方もなんかコロナに制約を受けない形ってなんかないだろうかっていうことをちょっと議論して、まあ、それだったらあの外であの、まあ、スマートフォンで AR のその作品としてこのヒューマニティのこの大量の人が実際のリアルな風景の中に出てくるっていうようなことはできないだろうかと。でそれで杉山雄さんに相談してですね、まあ森ビルの下のあの66プラザっていうまあエントランスのところのフロアで、まあこれだけのこの人の大量の人をあのちょっとアクロバティックに出せませんかねって相談したら、もう本当に2つ返事で OK って、まあ調整大変だったと思うんですけどね、いいえ、とんでもない、面白かったです、OK って言ってくれまして、はい、でまあ実際その66プラザのあのこう地面にですね QR コードが3箇所ぐらいに埋め込まれているところで、スマートフォンをこうピッてやると、あのこの体験を実際にまあ誰でもあのその場でこれを体験できますと。つまりまあいろんなところをこう人が飛んだりとか泳いだりとか、まあ、そういうことをしているのをこういうふうに見ながら、あと追っかけることもできたりとかして、それを録画することもできますと。まあ、でそれをまあ52階の会場で、まあ、中村優吾さんがあの直々に、まあ、あの佐藤敦也君っていう、まあ、あのまだ本当に若いあの、まあ、映像作家と一緒に編集してくれて、まあ、映像作品としてもここで上映しましょうと。でちなみにあのこの北千住デザインさんは AR のクリエイターとしては非常に最近あの頑張ってる面白いあのポジションを取ってるあのアーティストですね、まあ、これからどんどん出てくるんじゃないかと思います。でこの、ジェマパーって読むんですけども、ジェマパーさんも音楽家としては、例えば太陽の塔の映画 あのドキュメンタリー映画ですね、大阪万博のあれの音楽監督とかやってますけど、まあ、非常に彼も若くて優秀なあの音楽作家ですね。で今回の52回ではあの、ハイパーソニック領域のちょっと人間の過聴領域では聞こえない10万ヘルツ以上の音っていうのを、仕込んでまして、
で、このスピーカーのシステムもノンさんという音響メーカーの方がもう直前になって自分でスピーカーを作ってくれてですね、まあそんな感じでまた MAT でわーっと組み上げながら、まあさこの作品をインストールしたっていう、まあそんな背景があります。ありがとうございます。じゃあ次、西条さん、杉山さん。はい、これはですね、本当に今の時代といいますか、コロナ禍のある時代の中で生まれた作品だと思うんですけども、ウイルスが増殖するようなプログラムを作って、その中で体験できるようなメディアと作品しているというものです。お客様の周りに細胞壁が現れて、地面に動いているものは一つ一つウイルスです。でそれをまあ避けながら時間を稼ぐっていうゲーム作品にしたものが今回の展示になります。はい、ありがとうございます。次の部屋移りますと、脇田さんですね。はい、脇田さんは慶応義塾大学の今環境省 学部の学部長をされてますけれども、コンピューターによって視点の美しさを、まあ、再現するような作品を作っております。で今回は光の輝きとか光の線をアート作品にしてるんですが、これは実はあるどこかの、教会建築を 3D で作って、その中で起こる光の反射をモデリングした作品になります。やはり、その、単なる光の計算された線なんですけれども、それさえも神々しく見えるというのが、まあ、この作品の実際なのかなと思います。そうですね。これ、脇田さんとやっぱ話してて面白かったのは、どこの何の建築物かっていうのは絶対、まあ、教えてくださらないんですけど、なんかその、やっぱ建物と、その建物から結果的に発生する光っていうのは、何らかのムードのなんか親和性があるんだということをやはり脇田さんおっしゃって、これとっても絵画的だし、なんかこういうのを飾りたいっていうようなコレクターの人たち、結構実際マーケットにこれ出すとかなりいらっしゃるんじゃないかなと個人的にはちょっと感じたりもしました。はい、じゃあ次の作品は、小沢さんの作品ですが、これ杉山さん。小野沢さんはですね、もともとジャグラーっていうこの大道芸人やってる、ボール投げてる、彼が中学生くらいからそういう活動をしていて、それを機械に置き換えて作品できないかっていうところから始まったプロジェクトです。8方向からボールがこうやってクロスするんですけども、それが当たらないと。本当に見ていて、ずっと見て入れることができますし、会場でも小気味いい音が鳴って、非常に大人気の作品でした、今回。そうですね。なんかデジタルメディアアートなんだけど、実際にその作家さんがいないと実際にパフォーマンスできないっていうふうには、こうデジタルでありながらかなりアナログな、うん、はい、これはちょっと斉藤さんとかからもご意見いただきたいですね、こういう作品についてはね。なんかまあ彼の場合もともとジャグラーだったっていう、まあ、もう一つ多分次の作品もそうだと思うんですけど、うん、結構その身体的なものを複製したいっていう欲求は結構メディアアートの文脈の中で強くて、まあ自然的なものをもう一度どう、まあデジタルのテック使ってどう再現するかみたいなものなので、だから彼の発想がすごい面白いなと思って、すごい若いですけどね、まだ大学卒業したばっかりだと思うんですけど、すごいいい作品を2つ作ってるなと思いましたね。じゃあその流れで次の作品もじゃあ斉藤さんちょっと説明。はい。これ、まあ、エンゼル造形っていうので、確かこれ、卒生で作ったんでしたっけ？うん。で、卒生ですね。はい。大学院の卒生で、作ったっていうのを聞いて、僕もこれ見たときに、ありそうでないなって思ったんですけど、これ、鉄球に見えて実はそんなに、重くはないんですが、これ面白いのが、まあ、弾をこう、今見えてるモーターで、実は操っていて、それで当たらないと思いきや実は当たるんですけど、でも絶対に絡まないっていう。だからこれもなんかその自然現象と、まあテックってどっちかっていうと、すごいいろんなものをもう超最適化というか正確に制御するっていう特性があるんだけど、なんか彼の場合はその、まあうちも作るときにそれを心がけてるんですけど、アナログ感があるというか、その自然の濃度が入っているというか、なんかそんな感じがする作品でした。そうですね。なんかやっぱりこれ小野沢君と実際話を現場でしてた時に、まあ、小野沢君がおっしゃってたのが、まさに卒生で学校行けなくて、で誰にも会えない状態の中でなんか悶々と作品のことを考えてたら、
なんかちょっとこう実際にこうぶつかりそうでぶつからないけどぶつかるみたいなところもなんかこうあとでも絶対に絡まないとか復帰していく感じとかも含めてなんか社会ってこうなんかいろいろあるけどそこからまたこう元戻ってくるみたいな、なんかこうそういうこう単純な動きだけで自分たちは今のこうマインドを表現するみたいなところに結果的になっていったんですよねとかっていうのを彼が言ってたのがすごい印象的で、あのとってもあのこれからが楽しみの作家さんだなっていうふうに思いました。じゃあ次に行こうと思います。じゃあこれはあの杉山さんぜひ。はい、落合陽次さんの作品なんですけども、実は落合さんは毎年毎年この場所を自分が作品を発表したいっていうふうにおっしゃっていただいてやはり景色と一緒に自分のアート作品を作りたいと。この作品もですね、この作品今出てますけども、地平線、展望台から見える地平線をどうにかして拡張させたいということで、現場に行って見てみるとぴったり映像の奥にですね、地平線が重なるんですね。でそれをスケールディスプレイを使って地平線を動かしたりですとか、幻のような映像を出したりする、まあ、景色を、拡張させるような作品になります。まあ、なんか本当にこの52階にいると今日は曇ってますけども、後ろ天気がいい日とかは夕焼けからだんだんと夜に向けて日がこうどんどん変わっていくときに、かなりこの映像の作品の、まあ、いろんなバリエーションのカラー作品がこう今回バリエーションの映像が入ってるんですけど、なんか不思議なね、こうシナジーが生まれる瞬間があるんですよ。なんかね、なんかこう今回の落合さんの作品すごい、今まで見た中で一番こうなんか情緒的な美しい作品だなっていう個人的には期待しています。次はじゃあ、北坂さん、へのへのおへじ。じゃあこれ、次はちょっと少し。はい。お客様の顔が画面に映り込んで、そこの上に、へのへののへじって書いてあるテキストが浮かび上がるという作品です。この目的というか、テーマとしては、今現代社会における、まあ、個人情報の問題ですとか、セキュリティの問題っていうものをテーマにして、こういう作品を作ったというふうに聞いています。これもすごく人気がありますよね、現場で。そうですね。すごい人気があって、いわゆる、まあ、来られたお客さんは、シンプルに自分の映ってる映像をしゃべしたり、あと、実際これ、プログラム自体が、オンラインで、公開されているので、実はインスタグラムとか使って、自分 の, スマホのカメラでこの作品を自分で作ってジェネレートすることができるので、ぜひMAD のサイトから飛べますので、後で皆さんぜひ楽しんでみてください。はい、じゃあ次の作品です。これは大月まゆかさんという、なんと一番今回若い。そうですよね。年齢としては17歳。17歳で作った時は16歳って言ってましたね。はい、そうですね、はい、女子高校生が作った作品で VR の作品です。本人が描いている死後の世界をお客様に体験してもらう作品なんですけども、ゴーグルをつけてもらった後最初に棺桶に入ってもらうとこからスタートすると、でその後の世界っていうのが結構おどろおどろしい3000年後の世界につながるようなちょっとデストピアを表現している作品なんですけども、本当に若い世代がこういう新しい作品をどんどん作っていく時代になってるんだなっていうのを象徴するようなことだなと思いました。はい、じゃあ次の作品いきましょう。お願いします。あ、これからですね、続く作品は慶応メディアデザインの南沢さんの研究室が作っている作品の一連のグループになります。一つ目がですね、建築のファサードが将来動き出すんじゃないかということのプロトタイピングの作品でして、人が近づくと壁がモーターでグイーンと動きます。で表面の形はですね、日本の折り紙を、まあ、参考にしたような形になっていて、将来人が近づくと建物の建築物が変わっていくような、そんなことを、イメージさせるような作品になっています。でもう一つがこっちですね。これは人工生命を研究しているチームが作ったものなんですけれども、自分のお客様の脈拍ですとか、体温とかをデータで取りまして、その身体データを目の前にある、人工生命に移すと。そうすると、それがまあ、記録されながら成長していくような過程を客観的に見ることによって、自分が複製されていくような、そんな感覚を、感じるような作品になっています。ね、
ここ何回かあの MAT もいわゆるバイオアートと言われる領域の作品がちょいちょいこうあの参加してくる状況があって、これから非常にやっぱり面白い領域なんじゃないかなというふうに思います。次の作品です。笠原さん。はい、フラグメントシャドウ、これはすごく不思議でとても人気ある作品なんですけども、お客様の影の中に映像が入ってくるようなものです。実際にあの人が誰も立たないと作品は生まれないんですけれども、人が動くことによって自分の動きが作品の一部になっていくような、そんな作品です。これ本当に自分の影がそのまま映ってるんで、あのこの髪の毛一本までね綺麗に映ってる中で、その自然な影がなぜかこう違う映像作品になってこう入れ替わっていくとか見てると、なんか本当にこうとても不思議な気分になるね。あのパブリックアートとしてもこれからこういうものっていうのがすごいあの実は実装されていくんじゃないかなっていうのをあの見てて感じたりもしていますね。はい、で笠原さんもう一つね作品実際に出してくれてまして、ね、モーフィングアイデンティティ、これは2つのボックスが向かい合わせにありまして、それぞれ入ってもらうとお互いの顔が当然逆側にも見えてるんですけども、それぞれの顔がだん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 混じり合っていって最後はひっくり返ってしまうというものです。それがリアルタイムに行われることによって、例えば自分が口を開けると反対側にいる谷川さんが口を開けているような、そんな自分の顔そのものが自分のアイデンティティが失ってしまって乗り移っちゃうような、そんな不思議な感覚になるような作品です。見えてるのは人の顔なのに自分が表情を変えるとどん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 、思ったように顔が動く、ちょっとあのドキドキしたりもします。はい、じゃあ次の作品いきます。はい、これは相田虎次郎君の作品です。あのコントローラーのパッドに立つとですね、画面が動くんですけれども、画面の中には日本の法律が全部記録されてます。4億テキストって聞いてますけども、トラジロ君からすると、これそのものが世界を作り出すものだということで、逆の言い方をすると人間とかの動きはその中から出れないよ。そういうことも、メッセージとして入れているというふうに聞いています。はい、ありがとうございます。で、会場の展示作品としてはこれが最後になるんですけど、これ斉藤さん、この前ちょっと食い入るように、出ましたけど、ちょっと紹介いただけると。はい、これはこのチームって結構いろんなところでは展示してて、例えばサウスバイも一昨年でしたかね、コロナの前で展示をしてましたけど、まあ食べ物を作るシリーズっていうのをやっていて、で今回はこれ和菓子でございます。栽培和菓子って言ってますけど、でこれ面白いのが実は気象データを使って、まあその日とある日、例えばじゃあ1975年の何月何日みたいので、そこから実はそのデータを使って、まあ、今画面に出ているような、まあ、いろんな形 の実は、お菓子を作ることができるっていう。で、まあ、実際にこれ食べれるものなので、天井も綺麗で茶室を表現して実際に和菓子的にこう食する、まあ、食するところまでちょっと今のこの状況でからできないんですけど、そういうような作品です。なんかやっぱりこう、もともと和菓子っていうのが少し先のね、季節のものをいただくっていうことに、まあ、ある種の推移があるっていうところで、季節っていうところを、まあ、今ように解いたっていう意味では結構ノンバーバルにいろんなところに持っていける、まあ、作品だなっていうふうに思いますし、いわゆる厨子にこう入ってるのもこうなってますけど、ちょっと鬼滅の刃っぽくて僕が好きなんですけど、はい。で会場にある作品は今これで、全ての作品を皆さんにツアーという形でご案内しました。で今日の紹介これが最後になるんですけど、これせっかくなんで藤口さん。はい、これハンス弊社のちょっとこう通り沿いっていうんですかね、そこにショービンドウがまたまあったんで、まあ、それはもう合わせてセットでお借りした時にちょっと谷川淳さんと話してて、せっかくだからこれ代官山の旧山手通り沿いなんですけれども、それなりに人が通るところでもあるし、メディアアート系のやっぱりその展示があんまり街にないよねっていうところで、もし常設のメディアアートの作品が置けるような
場所がになったらどうだろうかっていう議論からちょっと始まって、でそしたらまあ面白いねっていうことで、じゃあこれはメディアアンビション東京ギャラリーにして、もう常設の、まあ、なかなか常設のメディアアートっていうのはなかなか難しいところがあると思うんですけど、まあ、それをやってみようと。でそしたらまあ、ワウさん あのウィンドフォームですね、まあ、これもう名作だと思うんですけど、これワウさんがぜひやらせてほしいっていうふうにまあ言っていただいて、でまあこれ、日没からって、まあ、昼間もやってるんですけど、日没になるとまあこういうちょっと電気がついて、まあ、もう本当通り沿いで見れるということなので、ぜひ足を運んでいただければ夜中までずっと見れます。そうですね、これは本当に斉藤君のオフィスも私のオフィスも割とこの近所だったりもするので、夜本当に車とかで通りかかると、結構ね通りが暗いんですよね、商業施設とかもないんで暗いんで、ここだけ本当にブワーッとこう作品が浮かび上がってて、すごい綺麗で、まあ自画自賛してもしょうがないんですけど、すごい綺麗です。ぜひこれは結構会期長く数ヶ月展示してますので、ぜひ皆さん楽しんでいただければ。そうですね、今後も作品をどんどん変えて、いろんな作家さんのね、はい、紹介できればいいねって話してますね。はい、ということでですね、ちょっと MAT の、流れについて、ここまでいろいろとお話をさせていただきました。一旦、画面の方を元に戻します。なかなか普段だったら来てください来てください来てくださいって何回も言うんですけど、今回来てくださいとはなかなか申し上げにくい中で、行けないけど見たかったっていう方たちにちょっと一度来たらどんなものを見えるかっていうことをご紹介するという意味でツアーさせていただきました。ここまで、見ていただいて太蔵さんどうでしたか、今年の印象感想は。いやもう本当に現場で見たいですマジでもう本当に残念ね。今もうなんかもうコロナというかコビットで一番悔やんでるのはこれかもしれないです、本当に。大げさじゃなく。それはなかなか嬉しいですね。みんなすごい、いろいろ頑張って作ってくれた。じゃあ、ここからちょっとですね、モデレーションを杉山さんの方にバトンタッチして、いくつか事前にいろいろとご質問もいただいてたりもしたので、その辺を適宜ちょっとみんなと対話しながら、ありました。はい。話していきたいと思います。では、ここからは MET がこれからどうなっていくかっていう話ですとか、テクノロジーとアートの表現がこれからどんな未来を作り出していくかってことについて、ちょっと皆さんと質問をさせていただきながら進めていければと思っております。そうですね、まず MET をちょっとだけ振り返るという点で、斉藤さんの質問ですけれども、はい、9年間メディアアンビションの時をやってきて、まあ、作家さんがたくさん関わってこられて、いろんな作品が来ましたと。その中で何かお感じになることがありました？なんか作品変わってきた傾向ですとか。なんかメディア、まあ、その2013年に一番最初に1回目やった時って、まあ、もともと谷川さんと話してたのって、まあ、この時期に、メディア芸術祭の受賞展っていうのが、六本木の国立新美術館でやってて、で今はまあお台場の未来館に映ってますけど、でその時になんかメディアアートの人たちって、まあうちの会社とかもそうですけど、まあ作品作りながら実はそのテックをまあ商品に生かしたり製品開発に生かしたりっていうことをやっている人たちがやっぱ比較的多くて、というのがアーティストではなかなかこう食べていけないところが多いので、まあいろんなエコシステム使って作品も作るしっていうことをやってる人が多くて、で一番最初こう作り、まあ、MAT 始まった頃はそういう何ですか、団体企業みたいなところが多かったと思うんですけど、まあ、今も違う形で多いんですけどでだんだんと僕途中で、今はまた変わってきたと思うんですけど、途中で、ね、やっぱインディペンデントの人たちが増えたなと。でそれって結構その、まあ、日本における文化政策のところでいろんな助成金が出たり、まあ、これ80年代から多分2000年ちょっと前までも日本って、まあ、企業さんがそういう文化活動に投資をしたりとか、まあ、森ビルさんもそうですし、うん、っていうのがあったのが一時期なんか2000年から2010何年は、まあ、リーマンショックの後ぐらいから結構収束したと思うんですよね、うん、で途中あたりからやっぱりアワードも増えて、まあ、そういう例えばワイヤードのクリエイティブハックアワードとか、
あとは、まあ、ロフトワークさんがやってる U-Hub とか、そういうところとも、まあ、コラボしたっていうのもあると思うんですけど、本当に若くて、インディペンデントでやってるアーティストの人って、本当にアーティストとしてやってる人たちが途中増えたなという感じがします。で、最近になると、これ先ほども、多分、見られてる方からの質問でもありましたけど、まあ、企業の展示とかがいくつかありますよねっていう話があったんですけど、今回も、例えば途中で、ご説明した南沢さんと、例えばパナソニックさんとか、で、あとは、さっきの影の作品とかも、ソニー CSL と、まあ、アーティストの比嘉くんとか、っていう、なんかこう、企業さんもこういうメディアアートを作っていくところに参加するっていう、形っていうのも増えてきたかなと、思っていて、で、なんか、すごいいいなと思うのが、なんていうか、中間発表的に作品化する。で、これって、まあ、今の時代だと、POC みたいな、プルーフオブコンセプトみたいなことを言われてますけど、まあ、実際にアーティストが、まあ、うちもそうですけど、アーティストが参加して、製品を作ったり、サービスを作ったりってことも多くなってきたところもあって、で、それの、なんかこう、まあ、テストケースとして、プロセスの、一個の、なんていうんですかね、コンポーズとして、なんか作品として出している人たちも、最近すごい増えてきたかなというのは思います。はい。ありがとうございます。そういった意味で言うと、その流れのまま、ちょっと太蔵さんに同じような質問をさせていただきたいんですけども、太蔵さん、よく、多くのスタートアップを支援されていますが、はい、一方でこのようなメディアアンビション東京のような、アート思考で生み出されたテクノロジーの表現っていうのが、どういう形で社会と接続する可能性があるかとか、そういったところもしお考えあればお聞かせいただければと思います。まあ、私が最近すごく特にどんどん 日に日に思うことなんですけど、そのいわゆるテックスタートアップというかベンチャーみたいなことと、そのアーティスティックな活動とかアートプロジェクトみたいなものの境目がどんどん溶けてってるっていうことをすごく感じるんですよね。やっぱりその最近よくそのインパクトっていう言葉がやっぱりよく言われていて、その、なんですかね、こうビジネス的にこう売り上げとか利益がすごく伸びていくっていうことも、よりも、実はその社会に対してどういういいインパクトを与えられるかっていうことの方が、非常に重要だっていうふうに、特に若い世代の起業家たちとかはすごく思ってるし、よくそういう言葉も出てくるし、ベンチャーキャピタルのようなそのプロフェッショナルな投資家の人たちでさえも、やっぱりそういうことをすごい重視してる。で、なぜかというと、彼らは非常に合理的な人たちなんですけど、やっぱりインパクト、大きなインパクトを与えると、結果的にビジネス的にも大きくなるので、やっぱりそのバリエーションっていう、要するに、その会社にどれぐらいの将来の価値があるかという根付けをするわけなんですけど、そのバリエーションがやっぱりそのインパクトによって大きく変わるんですよね。で、そういった意味で言うと、こう、いわゆる特にコンテンポラリーアーティストとか、特にアートプロジェクトをやろうっていうやつなんかだと、その社会に対してどういったインパクトを与えられるかっていうこと、特にそれは、経済的なだけじゃなくて、その人々の認識だとか、うん、新しい知覚だとかですね、そういったことも含めて、ある意味、こう、テックスタートアップよりもさらに先のことを考えてやってらっしゃる方が多いと思うんですね。はい。それが取り込まれつつあるというか、まあ、要するに、シームレスになってきてる。ですから、はい、そのアーティスティックなアントレプレナーというか、アントレプレニアルなアーティストというか、みたいな。もう、境界がなくなってきてるってことなんですね、うん。はい、そう思います。すごい感じます。はい。特に、エンターテインメントとアートとビジネスの境界がまあ曖昧になってるっていうことですけれども、まさに、水口さんが作り出している、ビデオゲームなのか、アートなのか、もうエンターテインメントなのか、もうそれ全て含まれてると思うんですけども、まあそういった意味で、水口さんに質問ですけども、これからのまあエンターテインメントとかは、どのように進化されていくと思われますか？そうですね、やっぱり境目はどんどんなくなってきてるって感じますね。特にどんどんその最近に、まあ、来るに従って、で、この兆候はもうこれからどん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 さらにもっと、強くなっていくと思います。
やっぱりそのアート側からもその人をエンターテインするっていうそういう要素を持った作品もどんどん増えてますし、はい、例えばエンターテインメントとして成立してきた例えば今までの、音楽しかりあるいは、ビデオゲームしかりこういうところにもやっぱりそのアート的なマーケットっていうのがどんどん出現してるんですね。この過去最近、はいはい、例えばこの、5年ぐらいを見てみるともうそういうマーケットが立ち上がってきてるというかかなり大きなものになってきています。だって例えばさっき斉藤さんが、インディーズでやっぱりインディペンデントな人の作品が増えてきたって言ってますけども、やっぱり世界的にやっぱりインディペンデントなクリエイターがどんどんスタジオも含めて増えてきていて、で、あとその投資とかその資金調達みたいなもののバリエーションもどんどん増えてきたので、バリエーションというのはいろんな集め方がどんどん増えてきたということなんですけども、そういうのもいろんなものが多分要因が重なって、非常にアート的な例えば作品それがゲーム作品であっても、それを求めるユーザーと、それがまたネットでつながったりとかですね、そういう兆候は非常に強くなってきていると思います。はい、そういった意味で言うと谷川さんメディアアンビション東京ってすごく特殊な位置づけにあると思ってまして、その何かものを作り出すときに今アーティストと企業が連携しながら作品を作るっていう話がありましたが、私美術館とかで働いてると、はい、純粋な現代アートとかではないと美術館の中でなかなか展示されづらいという発表の場がこれまでなかったんですね。いち早くメディアミッション東京っていうのは企業とクリエイターが組んで発表の場を作ってきたんで、こういったものがなんかこれから一番最先端になっていくかなというふうに思うんですけども、ここら辺いかがですか。なんか一番最初に MAT をなんかこうテーマみたいなものをみんなでこうまさぐった時に、なんか美しいっていう一つの価値とそれからなんか最先端みたいなものがこうマージしていくっていうのが東京には似合うんじゃないかとすごいやっぱ感じてたのが一個背景にあったと思うので、なんかライバルといったらおかしいんですけど、ミラノサローネとか、はい、サウスバイとかやっぱり世界中でこう本当にこう多くの人が集まるイベントをちょっと羨ましいなって思って、なんで日本にこういうイベントが一個もないんだろうみたいなことをこう感じてる自分もいる中 でそういう場所には必ず日本人のアーティストがいるわけですよ、ね。はい、例えばそういうなんかいわゆるアート&テックっていう領域で東京っていうこのプラットフォームを使ったら結構人を将来的に集められるんじゃないかっていう、なんか一種のこう夢みたいなものを描きながらこのイベント最初スタートした感じがすごいあるんですね。でこのなんか10年間振り返ってすごい感じるのは、一番最初にこのイベントを始めた時っていうのはほとんどの作品はいわゆるなんかそのアドバタイズエージェンシーとかと一緒に作ったプロモーションの領域で作られたある種のこう表現っていうものが、実はそのプロモーションが終わってで広告的な活動が終わってしまうと実は寿命が尽きちゃうような扱われ方をしてたものを、実は大体その時期ぐらいからちょっとずつその所有というか、その財産権が作家サイドにあるっていうのが、ある意味認識としてこう共通化してきて、でプロモーティブな期間が終わっても作家が自分で自発的にもう一度その作品をちゃんと見せることができる、いわゆるだから作品っていうものの存在がこうきちっとこの領域にも出てきたなっていうのが、実は本当にこの MAT が始まった2000年代初頭からその2010年ぐらいを超えてから、そのいわゆる作品っていう価値がね、なんか顕在化してきたのがまず一個大きな変化の時期だったかなと思ってて、で実際に MAT の中でも作品っていう形で作ってて、実際それがコレクションとして売れていた作品もね、ありますね、たくさんありましたし、そういう意味で本当になんかこの作家って言われる人たちのなんか存在がどん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 こう非常に重要になってきて、でそういう意味でメディアアートって言われる領域も徐々にですけども、いわゆるマーケットとか、そのメディアアートっていうカテゴリーが一つなんかこう緩やかだけれども作品化されてきたっていうのが、今ちょうどこうまだ過渡期が続いてるんですけど、でその中で例えば今年で言うと NFT みたいなものとか、ああいうこうなんか存在が出てきて、デジタルっていうもののオリジンっていうことに対して非常に高いビットがつくみたいな形っていうのは、やっぱこう新しいまたこう流れになってきてるのかなと思って、この辺結構斉藤君結構関わってると思うし、なんかぜひコメント欲しいんですけど。そうですね、
まあ、メディアアートってもともとその現代美術とかに比べて、まあ、さっき杉山さんがおっしゃったみたいに、いわゆる美術館の中に展示される絵画であったり彫刻であったりと違う、違ってなかなか価値がつけれなかったんですよね。で、まあ、それってその場所でしか表現できないこととか、あとはまあ、プロジェクターとかっていうのも作品で使ってると、それは経年劣化というか、経年変化していくっていうので、まあ、ちょっと専門的には、ラグジュン・パイクっていう人が、昔のブランカーのモニターで作っていて、まあ、今でも福岡に、たくさんのモニター使った作品があって、それが少しずつ壊れていくのをどういうふうに修復するのかっていう。で、それが作るベンダー自体ももう世の中にほぼ存在しないっていう状態になってるから、まあ、その価値のところに関しては、最近、まあ、さっき言われた NFT の話とかもそうですし、いろいろとこう、まあ、アート作品と言っていいのか、まだそれになりきれてないのかってところが、まだ議論の余地があったりもしますけど、みんなで、まあ、そのメディアアート的なものに、価値をつけていこう。もしくは、まあ、みんなで所有しようみたいなことが、あるのかなと。ただ、まあ、僕は比較的 NFT は、旗から見て、現象として、はい、まあ、サーバーをガンガン回して、CO2 的にどうなんだっていう人、作家は参加しないし、あとは、じゃあ、それ自体が、比較的中でエコシステムが回ってしまってるから、じゃあ、それは価値として評価できるのかっていうのも含めて、まあ、うちも、NFT の、プラットフォームを作って、ちょっと実験的にいろいろやってるんですけど、ただなんかそういういろんなこうテクノロジーが進化するからこそ出てきた価値観とか表現とかっていうのは、やっぱりこう、たくさんあるし、で、それを、MAT の中でも、まあ、こう、ノンキュレーションっていうのが多分一つの MAT の、特徴でもあると思うので、そういう意味でも、それがいろんな作家について、その時の状況がついてくるっていうのが、まあ、MAT の特徴でもあるのかなと思います。そうですね。谷川さんからも世界の話も出ましたし、NFT の話もありましたけれども、斉藤さんに質問したいんですが、NFT であったり、世界から見た日本のメディアアートの状況ですとか、そういったことについて何かコメントいただけますでしょうか。まあ、世界っていうほど僕も分かってるわけじゃないんですけど、シンガポールにいますとね、はい。日本のメディアアートとかアーティストに対するリスペクトっていうのがものすごく感じます。例えばティームラボの作品とかがものすごく大きく、はい、マリナベイサンズっていうビルが見つかって船が上に乗っかってる建物に大きな展示があったりとか、で、本当に世界中の人たちが見て本当に人気なんですよね。それとか、アート&サイエンスミュージアムっていうところには、やっぱりそういった日本のアーティストの作品とかもすごくしょっちゅう展示とかが行われてたり、うん、まあ、その人の歴史を探る回顧展みたいなのが開かれたりっていうのが、多分日本の方は知らないところでたくさん紹介されてるんですよね。で、まあ、彼らに対するリスペクトもものすごいものがあって、はい、ですから特にこのメディアアートの世界は、まあ、僕の印象ですけど、日本人のアーティストの評価とか日本人のプレゼンスってすごい高いなぁと、他のジャンルに比べてもっていうのはとても感じます。で、NFT とかも本当に、まあ、ここに来て急に立ち上がってきてますけど、すごく親和性が高いと思うので、まあ、面白い、NFT 自体がいろいろ面白い動きをまた生み出しているのでですね、なんかその作品の面白さと、そういったものとがまたさらに組み合わさって、そのあり方自体が面白いっていうものがきっとこれから出てくるんじゃないかなっていう気がすごくしますけどね。はい、ありがとうございます。はい、前、谷川さんとなんで日本人のメディアアーティストが世界に勝てるのかなっていうお話をしたときに、谷川さんから日本人はもともと空間、間を作るのが上手で、メディアアートっていうのはこれまでテクノロジーを使った表現が平面だった時代から、それが立体になって体験になってっていう空間を作るプロセスに変わったと。だから、もしかすると日本人は空間を作る能力が高いからいいんじゃないかって感じがあったと思うんですけど、覚えてらっしゃいます？そこどう思われますか？なぜ日本人がそういう
アート、メディアアート強いか。ね、なんかそう、間っていうことに関しては、僕はもともとやっぱ空間の仕事をずっとしてたので、その間っていうものがすごく、いろんなその情報の伝達に対して大きな影響を与えるっていうことに関しては、まあ、実際に非常にいろんな場所でそういったことにこう触れる機会が多かった中で、なんかやっぱりよくインスタレーションという言葉も今普通にみんな使うようになりましたけど、インスタレーションという言葉もあれ空間にインストールをするってことなんで、やっぱりあくまでも空間があって、そこにある種のこうなんか目的というか、まあその手段ありようをこう収めることによって、そこにいる人と場所と、まあ、あるいは作品って言われるようなモチベーションがこうつながった時に一個の空気になるっていうことで言うと、これってもう必然的に間としてやっぱ捉えてるんですよ。で、そのなんか現象に対して、まあ、実空間っていうのはやっぱりある種の場所に人が入り込む時には当然その距離の移動もありますし、でその距離の移動でだん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 近づいてきてことが明らかになってきて、でまた当然例えば音や熱みたいなものも含めて体感する情報量も増えてきて、はい、それっていうのはそのある種時間軸でもあるし、それからこう空間軸でもあって、でその時間と空間っていうものが、ね、ある意味時間っていうのと空間っていうのは本来比例して捉えられるケースが多いんだけれども、それを飛び越しちゃう表現に実は時間空間を飛び越えると、まあ、一気にこう行っちゃったりするじゃないですか。でそれをなんか日本人は昔から間って言い方をしていて、でこうなんか緊張感の間もあればこう笑いの間もあるし、全てにおいて間が大事で間が悪いみたいなことを言われてあとなんか若い女の子たちの会話の中でも KY とかって笑ってますけど、あれ空気読めないって言ってるわけで、じゃあ空気読めることが前提になってるとか、結構そのコミュニケーションの中に非常にこう不思議なね、なんかこう独特の感覚がある人たちっていうのは自分の中にあって、でそこが結果的にその作品の表現やそのプロトコル、あるいはその実際に実空間に対して置かれた時の環境の変化とかも含めて、なんか非常にこう生け花とかああいうのも近いなと、うん、お茶とか、ね、うん、茶道とかその華道とか言われるなんか空間と、まあ、ある種のストーリーとかコンセプトが結びついて表現になっていくっていう意味では、うん、コンテクストのデザインがね非常になんかやっぱり多様性が多岐にやっぱ渡ってこう表現されている、はい、それと事象が結びつくというところで、うん、まあ、面白さがあって、それをなんか電気的に解くって言い方おかしいんですけど、テクノロジーアートって言われる人たちも結果みんなそういう感覚がすごく作品に反映されている気がすごいしますけど、ね、今もなので、まあインターネットだけに閉じていたそのクリエイティブの表現がもっとリアルな場所と紐づいたときに日本人の感覚が生きるとした場合、本当に水口さんが作られているような作品とかって空間体験ですし、その身体的な感覚を伴ったものだと思うので、本当そこは本当に世界に勝てる分野だと思うんですよね。水口さんいかがですかね、そういう日本人が持ってる能力とかそういうことが、ね、はい、まあ、今谷川さんがおっしゃったその空間性に加えて、今杉山さんが言ったその身体性っていうのはやっぱり結構やっぱりまたメディアアートの重要なキーワードだと思うんですよね。で身体性で考えると、例えば例えばそのよく印刷なんかでそのある印刷所とかにある色見本ってありますよね、はい、で日本の伝統色っていう色見本って通常の西洋的な色見本に比べると数倍の高さっていうかバリエーションがものすごいたくさんあって、で同じようなその見た目には同じような色でもその全然違う名前がついているものが結構あるんですね。でそれ昔の染料職人はどういうふうにその色を見分けていたかっていうと、まあ、目だけじゃなくてまあ、その素材をこう触ってその時の食感とかあるいは匂いとかいろんなものの総合的な、まあ、共感覚的にこうなんていうか、まあ、イメージがこう湧いてきて、そのイメージで名前を決めたっていうのが結構多くて、だからまあ目だけで見てないっていう、そのセンシティビティがやっぱりその文化的にも歴史的にもやっぱあるんじゃないかなと、それは、まあ、もしかするとそのね、嗅覚と味覚ってやっぱり非常に密接に関わりがあるんで、まあ、例えば和食とかの繊細さともつながってると思うんですよ。でそういうその身体性のまあセンシティビティと、まあ、空間性とかでそこにテクノロジーが組み合わさったときに、まあ、やっぱりそのテクノロジーみんな好きなやっぱりっていうところもあるので、なんかそこが組み合わさった時の何かやっぱりインスピレーションはちょっとユニークで
あの世界的に見ても何かある種のアイデンティティがあると感じてるんじゃないかと思いますね。そうですね、なんか可能性で言いますと、そういう身体性だったりとか、あとなんか AR とかもまさに空間と表現とつながってる分野だと思いますので、なんか AR などもなんか実験の一個の過程として、まあ、これからスマートシティが例えば都市に広がっていった場合のインターフェース、多分 AR になるじゃないですか、まあ、それをいち早く社会実装するためにアートの力を使って AR を広めたりとか、それはまあ東京とかそういうあの都市が AR の街になっていくと、すごく面白い街になっていくんじゃないかなというふうに思います。ちなみに、私はあの、デベロッパーの立場として、メディアミッション東京参加させてもらっていて、一番良かったなと思うのは、その都市をなんか面白く使おうと思ったときに、森ビルだけだとやっぱり発想力もなくてですね、限界があると。その中で、先ほど太蔵さんからチームラボの話がありましたけど、チームラボって、一番最初からメディアミッション東京に参加してもらってるんですよね。で、その中で、2014年だったかな、この展望台で、チームラボボールっていうのを展示したんですよ。あの時ぐらいから、猪子さんと一緒に、東京で何かありませんかって話をしていて、で結果的には2018年に、お台場で、森ビルとチームラボでミュージアムを作ることができたんですね。まあ、そういった、あれも、手前には実はメディアミッション東京があって、大きな意味で言うと、それ自体のプロトタイピングになっているんですね。先ほど斉藤さんがおっしゃったような。なので本当にいろんな実験場としてのなんかメディアミッション東京の可能性も僕はすごく感じていて、一緒にやらせていただいてよかったなって思ってます。あとはコミュニティというか、ネットワーク。あの本当に皆さんですとか、アーティストとかのネットワークがあることによって、まあ、そこから新しいものが生まれてくるんじゃないかなというふうに感じています。あとはですね、ちょっとまあ、ちょっとここで、はい、あのちょうど今19時、15分ぐらいで、で少し今このオンエアをあの、まあ、視聴者の方たちがよろしければ少し伸ばそうかなというふうに思っていて、で今19時30分まで、この、今、このプログラムを走らせようと思っているんですけど、残り15分をちょっとその QA とかをいろいろいただいてると思う、それちょっと答える時間にしてみたら、そうですね、そうですね、それは上田さんされますか、どうするか、上田さん入れますかね、あのまあちょっとその上田さん入っていただく前に、さっき水口さん話してた話で、あのきめ細かいって言葉をよく日本人使うじゃないですか、食べ物の世界も、うん、ファッションの世界も、あとサービスの世界だとホテルのサービスがきめ細かい、でキメって何っていうのを最近よく考えてて、でそのさっき色に階調がいっぱいあって、それを食感とか匂いとかも含めてこう、それをいわゆる分けて考えるための手立てをね、視覚情報だけじゃないところまで含めて感じ取ってたっていう、その中キメっていうのは結構僕そのキメっていう言葉の外国語を結構翻訳で探してみたんですけど、あんまないんですよ。で和言葉って結構その一言で外国語が翻訳できない言葉って結構いろいろありまして、でこういう言葉の中に実はそのメディアとかテクノロジーの進化の日本人だって別にナショナリティにこだわるわけじゃないんだけども、まあ、僕らがなんかちょっと特徴を出していくときにその一言で表現できない言葉っていうものをなんか一つのモチーフにしながら、それをなんかある種の表現や体験に落としていく、で身体性とかにつなげていくとかっていうのはなんかいろんな意味で、あの MAT を通じてでもやっぱ模索をしてみたいなと思うし、そこはなんかすごく面白いフィールドがきっと描けるような感覚があるんですけど、せちゃんそういうのどうだろう。ありがとうございます。その、まあ、さっきの僕議論で面白いなと思ってた、その日本人と、まあ、もしくはこのフードっていうところ、まあ、今谷川さんのコメントもありましたけど、まあ、きめ細やかさっていうのは多分圧倒的にあるんでしょうね。で、あの、まあ、よく僕なんかインストールしに行くと、まあ、大体オープンまで間に合わせるんですね。まあ、これ当たり前だと思うんですけど、海外の、あのアーティストだと、まあ、もちろん間に合わせる人はほとんどですけど、たまにもう別にこう、あの、まあ、さっきの、第1回目で真鍋が、あの、作りながら作品を展示するっていう状態でしたけど、あの、結構、そこの部分を荒くやってる
アーティストもいて、まあ、それはそれで僕文化だと思うんで面白いなと思って見てるんですけど、あの全てに対しての美しさ、これまあプログラムに関しての美しさとか、あとはまあよく利他的にみたいなこと最近言われますけど、やっぱ鑑賞者のことをめちゃくちゃ考えて作っているっていう、まあ、それが多分あの日本から生まれたエンターテインメントと、メディアアートの境界線が比較的なくなってきたってところは、その利他的な思想が入ってるか入ってないかだと思っていて、あのそれをボリュームを大きくする利他的なというか、その他人のことを考えてそれを作っていくとだんだんエンターテインメントになっていくし、でそれをだんだん絞っていくとメディアアートになっていくみたいな。で、それがなんかこう、なんか、アートなのかエンターテインメントなのかっていう、まあ、分野分けっていうのを僕なんかも、知ってましたけど、で、今でも一部してるとこありますけど、やっぱりシームレスにどんどんなっていったっていうのは、もしかしたら僕、これ日本から生まれたんじゃないかなと、思っているところはあって、その、なんていうんですかね、まあ、日本的な発想、あと、先ほどの、それこそ、鉄球の、作品じゃないですけど、あと水口さんが作ってる作品もそうですけど、テックでできてるのに、やっぱり、ね、温度があるんですよね。で、前に水口さんがおっしゃってた、その、ワームテックじゃないですけど、鉄でもやっぱりね、なんか肌感があるんですよね。だからなんかそういうのは、そういう発想というか、まあ、八百万的なのかわかんないですけど、なんかその、そういう発想がやっぱり、メディア、まあ、日本からのメディアアートっていうのは比較的強いし、それは MAT に集まってるのもすごい強いのかな。そうだね、確かに。じゃあ上田さん、お待たせしました。はい、はい、オーディエンスの方からいくつか質問をいただいております。すでに拾っていただいたものもございますが、孫さんもご指摘だったこの社会にこういいインパクトを与えるインパクトということに言及されている方が何人かいらっしゃったりするんですけど、改めてですが、メディアアートは世界を良くするためにこうインパクトを与えられるんでしょうか、あるいは世界とも広げるとあれですけど、都市づくり、街づくりにどういうふうにいい影響を与えることができると皆さん思われますか。これみんなで答えてると多分キリがなくなるので、はい、代表して誰がいいかな。水口さん、ちょっとボール投げてもいいですか。そうですね、やっぱり僕はもちろん変えられると思います。変えられると思いますっていうか、それだけのやっぱり力のポテンシャルが非常にあると思うんですね。でなぜかというと、メディアアートっていうのはやっぱりそのテクノロジーとともに進化し続けるっていう、まあそういうものですよね。テクノロジーとのまあ融合によって、アートに融合によって作品が生まれてくるので、でっていうことはですね、やっぱり再現がないっていうことなんですよね。でしかもやっぱりそれがそのある意味テクノロジーとか社会の鏡でもあるっていう言い方もできると思うんですよ。その要するに作品自体がその時代の世相とか、ある意味予兆とかトレンドみたいなものを、いろんなものをやっぱりその映し出す鏡になると思うんで、でこれがやっぱりまあ、その時代の、まあ、世相を映すとか、あるいは何かを予兆する世界を、これから起こる未来をなんかやっぱり提示していくとかっていう意味では、非常に社会的にもインパクトがあるまあ、ものだと思います。ありがとうございます。ちょっと細かいかもしれませんが、先ほどバイオアートが出てきたというお話もありましたけれども、これからどんなテクノロジーがアートと結びついていくと思われますか。ちょっとこれ質問に書いてある通りに読みますと、PCR とか何かアートとつながったりするんでしょうかみたいな表現もありますけれど。どなたかいかがでしょうか。斉藤さんがいいんじゃないですかね。あ、斉藤さん、はい、はい。僕、まあ、例えば PCR とか、例えばワクチンとか、例えば、まあ、COVID とか、で、これも実際にアートになっている人たちもいると思うんですけど、まあ、メディアアートの中で、まあ、さっきその、自然をどう、コピーしようと思うかっていうメディアアートの思想としてあるっていうのがあったと思う。まあ、もう一つは、
データをどうやって扱って表現していくかっていうところもメディアアートの、まあ、一つの、なんていうんですかね、得意なところというか、であって、例えば世界地図の中に、どういうように、例えば PCR で受けて、何人の人がどういう結果になったか、で、どこで受けられたのか、どういうタイミングでみたいな、バーッとこう表示してあげるのも、作品になり得ると。で、これ、旗から見ると、いや、それサービスじゃんって言われるんですけど、そこがね、メディアアートの肝で、どっちに倒すかですよね。こっちに倒ればサービスになるし、こっちに倒れれば、アート的な表現になるし。だから、僕なんか、まあ、さっき企業さんがっていう話をしましたけど、企業さんもともすれば、作っているものをメディアアート化しようと思ったら、僕はメディアアート化できると思うんですよ。で、これをメディアアートというのか、それとも、自分たちのプロトタイプの発表というのかっていう違いであって、まあ、それをメディアアートで、として呼んでいいのか否かっていうのは多分大きな議論があると思うんですけど、なんかその定義をいろいろとこう試すのがもしかしたら MAT の役割でもあるのかなというのは思いましたね。はい、ありがとうございます。今までの議論の中にもありましたけれども、端的な質問で、東京じゃないとダメなんですか、東京の強さを聞いてらっしゃるのかなと思うんですけれど、日本らしさ、東京らしさっていうのがメディアアートにおいてはどんな強みになるのか、そのあたり、どなか改めてとなりますが。じゃあこれ、じゃあ僕答えますね。今の質問全部に対してこうきれいに答えられるわけじゃないですけど、まずその東京じゃなきゃダメなのかっていうことに関しては、東京じゃなくていいと思います。でもう今年になっていろんなこのプログラムの中でもお話は差し上げてるんですけど、メディアアンビション東京っていう名前で、開催するのは実は9年目の今年が最後になります。で、別に終わるわけじゃなくてですね、来年はメディアアンビション2022っていう形で東京を外そうと思ってるんですね。で、今やっぱりそのコロナも含めてテレワークとか、それから多拠点の生活とか、あるいは移住するとかっていうことも含めて、みんなやっぱりその生活様式が非常に大きく変わってきた中でいうと、特定の場所にこう縛られる必要はもうないなっていうのを非常に強く思っているっていうことでいうと、一旦その東京というドメインを外して、でひょっとすると来年開催、また同じ時期に今したいっていうふうに我々は思ってますけど、メディアミッションの京都や奈良や北海道やあるいは九州や、ひょっとすると台北とか上海とか、そういったのが同時多発的に起こる可能性は全然あるというふうに思ってます。で、まさにその今東京のこの52階に作品を集めてますけれども、例えば太蔵さんがいるシンガポールでメディアアンビションのシンガポールの会場があって、そこに作品が5つぐらい例えば集まってて、でそこでの作家さんたちと、例えばじゃあ東京のメンバーがこういう今回みたいなセッションでいろんな意見を交わしながら、で太蔵さんがさっき、いや行きたいって言ってた、まさに行きたい、行けない、じゃあ来年行くわみたいなことも含めて、こう行きたい行きたいする交流とかっていうのが、またその今の状態を抜けた時にはきっと起こり得るというふうに思ってて、そういう意味でのこうなんか拡張性は持ち続けたいと思いますし、ある意味そういった大きなその自分たちの考え方とか理念みたいなものが、これからのだから利他的な高クリエイティブな世界が次の強さになっていくと思うんですね。だからそういう意味でMAT っていうのは非常にこうやっぱり利他的な視点で、このプログラム自体が全部作られているっていうことと、みんなの参加性のモチベーションが非常にやっぱり一緒に作ろうって気持ちでみんな集まってるっていうことでいうと、利害を超えた場作りができてるっていう意味では非常にサステナビリティが高いっていうふうに僕は思っていて、まあそういったものの拡張性を考えた時に、東京っていうのはあえて一旦ちょっと10年の節目で卒業してみたいっていうのが今我々がちょっと思ってることで、これ異論あったら他のメンバーも言ってもらっていいと思うんですけど、そんなことを思っています。はい、はい、ありがとうございました。もっといろんなお話を聞いていたいんですけれども、本当に楽しい時間でした。ただ終了時間も迫っておりますので、これでおしまいにしたいと思います。オンラインだとなかなかここで皆さん拍手をと言ってもなかなか難しいところであるんですが、オーディエンスの方々、ぜひご登壇者の方々に拍手を送っていただければなと思います。そして
まだ会期残っておりますので、来れる方はぜひ足を運んで実際に見て体験されるといろんなインスピレーションがあるんじゃないかなと思います。はい、それでは本日はどうもありがとうございました。これでおしまいです。はい、どうもありがとうございました。さよなら、はい、失礼します。ありがとうございます。失礼します。